さあ今週も始まりましたニキビ目安箱。ティーンズの大きな悩みであるニキビを正しく解決していこうというコーナーです。今週も化粧品ブランドレスタンスの安子内さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。今回もアメリカ村にいる人たちにニキビに関する悩みの声を聞いてきています。それではこちらの VTR をどうぞ。最近ランニングにハマってます。汗をかくのでニキビが心配です。ランニング前後のお手入れ方法などがあったら教えてください。はい、というわけなんですけど、はい、やっぱり汗をかいた後のね、うんうん、ニキビケアっていうのはすごい重要になってくると思うんですけど、どうですか？そうですね、まずこまめにやっぱ汗はちょっと拭いてもらった方がいいので、うん、でね、まあ、あのランニングの、はい、例えばあの途中でも汗をこうだらだらかいてる時にはこうタオルでちょっと拭いてもらったりとかしてもらった方がいいんですね。で、できればそのもうあのお化粧とかしてないようであれば、はい、もう一終わったら、うん、こう水とかで一回こう汗を洗い流すっていうのが一番いいんですね。うん、で、汗の対策と、はい、もう一つ重要になってくるのが、はい、あの UV 対策になってくるんですね。UV、うん、はい、で、やっぱその屋外でやるスポーツになるので、うん、紫外線とか肌に当たってると思うんですけど、うんうんうん、やっぱ紫外線っていうのはニキビを悪化させる原因の一つになってしまうので、はい、で、まあ、この季節紫外線が少ないとはいえ、うん、やっぱ SPF がだいたい20ぐらいのものぐらいをちょっとこう塗ってで、スポーツとかお散歩とか、まあ、そんなのはこうやってほしいんですね。であとその、女性の人であれば、はい、日焼け止め塗った後に粉おしろいとか、うん、あるいはパウダリーファンデーションとか、うん、ああいうのをこうつけてもらってると、うん、パウダーが皮脂をこう吸着してくれるので、うん、こうニキビのところにこうあまり汗とか皮脂が触れなくて済む、うん、こう防御してくれるような働きを取ってくれるんですね。なのでやっぱそういう風に使ってもらえるといいかと思います、うん、あとこう胸元とか背中とかに今できてる体のニキビとかもやっぱ汗がついて気になると思うんですね、うん、そうですね、でそういう場合は何度も出てきてるこのスポッツシールドゲル、これを走る前とかに、うん、ちょっと多めに塗って、うん、で、まあ、ちょっと白く残るぐらいに塗ってもらって、うん、一旦乾かしてからお洋服着てもらってで走ってもらったら、うん、汗で流れることはないので、うん、なんかその間はニキビをきちんと守ってくれると思うので、うん、こういうものを使ってもらってもいいかと思います、うんうん、肌にももちろん、うん、なのでお顔にも使ってもらっても全然構わないですね、うん、先にそっちをつけて、うん、その後にだいたい20ぐらいの、うん、日焼け止め、日焼け止めみたいな、うん、を、まあ普通のね、はい、お化粧下地でも SPF20 ぐらいのものって結構あるので、うんうんね、はい、それでもいいのでそれを塗ってもらって、うん、はい、で、まあ、スポーツをすると、はい、わかりました、はい、ここでニキビ目安箱をご覧の皆さんにプレゼントの情報です。題してレスタンスティーンズボイスクリスマス&ハッピーニューイヤープレゼントです。イエーイ。ね、もう来週はクリスマス、クリスマス、そして再来週はお正月、うん、めざいことがいっぱいある、ありますね、ということで、うん、プレゼントがあると聞いたんですけども、はい、本当ですか？今回は頑張りました。 ありがとうございます。はい、はい、今回はこのスキンケアの、はい、トライアルセットをプレゼントしたいと思っています、はい、いっぱいいろんなものが、そうですね、で、はい、今お話に出てきた、はい、スポッツシールドゲルの大きい、はい、まあ、普通のサイズの製品が入ってまして、はい、そのままそのままおお、でその後に、はい、あとスキンケアの、うん、ローション、トナー、はい、ソープの、うん、それぞれ試供品が入ってますので、はい、皆さんぜひ使ってください。もうそれでねニキビがツルツルになって、そうです ね、 ね、こうこのクリスマスプレゼントじゃないですけれども、そう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 、うん、新しい次のね、うん、年に
そうそうそう、ツルツルで行こう的な感じで、はい、ね、ありがとうございます、はい、本当に。いいね。そんなね、プレゼントの内容や詳しい情報はアメリカ村 TV の動画再生ページの右側にあるプレゼントコーナーをクリックして、ご覧ください、はい。このコーナーではご覧の皆さんからニキビに関するお悩みを募集しています。アメリカ村 TV の動画再生ページからお送りください。待ってます。